どうも、ポテトンです。今回は5つの武器種に存在する R1 プラス丸で使えるバフスキル全9種類をご紹介していきます。1つ目は手斧で使える起炎です。こちらは効果時間が40秒となっておりまして、防御が低下するというデメリットがありますが、その代わりに攻撃と移動速度が増加するというものですね。ではまず防御低下の方から見ていきましょう。はい、2065が2086になったということで、被ダメージが約 1% アップしています。ただこれについてはほとんど変わらないので、気にするほどではないかと思います。では次は攻撃の上昇効果を見ていきます。278が376になったということで、約 35% 上昇しています。では移動速度の方も見てみましょう。こちらに関しては橋まで行く際に消費気力が 20% ほど低くなるということですので、通常の速度より約 20% ほど速く走れるようになっているかと思われます。二つ目は薙刀鎌の羅刹点です。こちらも効果時間については起炎と同じく40秒となっておりまして、受ける気力ダメージが大きくなるというデメリットがありますが、攻撃時に通常よりも揚力が多く回復するという効果がついています。では先にデメリットの方から見てみましょう。はい、通常時には842止まりでしたが、728まで下がってしまったということで、50% も多く受ける気力ダメージが増えてしまっています。これに対し揚力の方はどれぐらい増えるのか見ていきましょう。まずは羅刹点を使っていない時ですが、1回目 0.3。2回目も 0.3 ということで 0.3 ずつ増えています。では次は羅刹点ありの時を見ていきましょう。1発目 0.4。2発目 0.5。3発目 0.4。4発目 0.5 ということで 0.45 ずつ増えているということになり、こちらも 50% アップしていました。ハイリスクハイリターンになるので、よくガードしてしまう方については、ガードした際に気力切れになる可能性があるということで、あまりおすすめはできないかと思います。妖怪技をガンガン使いたい人については、これと妖怪技で敵を倒すと、揚力回収のオプションなどをつけながら、やっていくのがいいんではないでしょうか。三つ目は、王立ちの明鏡止水です。こちらは効果時間が30秒となっておりまして、デメリットとして移動速度が低下、その代わりに気力回復速度が速くなるというものですね。では移動速度の低下から見てみましょう。時間を比較してみたところ、こちらに関しては約 40% ほど遅くなっていました。では有利効果の気力回復の方を見ていきましょう。明鏡止水ありが満タンの時にはまだ618しか回復してないということで、約 68% 多く回復したという結果になっています。移動速度の低下も大きめですが、それに伴ってこちらの気力回復についてもかなり優秀なものではないでしょうか。あまり移動を必要としない場面や動きの遅い敵なんかと戦う時にはいいんじゃないかと思います。4つ目は鎖鎌の朱夏です。こちらは効果時間が40秒となっておりまして、デメリットとして受ける気力ダメージが増加、その代わりに攻撃力が増加というものですね。では受ける気力ダメージの方から見ていきましょう。はい、ということでこちらも羅刹点と同じく 50% 受ける気力ダメージが増えています。それに対し攻撃はいくら上がるのか見ていきましょう。こちらも起炎と同じく 35% 上昇していますが、マイナス効果のことを考えると起炎の方が全然いいんではないかと思います。5つ目は鎖鎌の白秋です。白秋も朱夏と同じく効果時間は40秒となり、防御減少の代わりに回避行動の気力消費が減少するという効果がついています。では先に防御減少の方から見ていきましょう。これに関しては起炎と同じでダメージとして 1% しか変わっていません。
ほぼデメリットなしと思ってもいいんではないでしょうか。では、気力消費の方を見ていきましょう。はい、通常149消費のところが75消費で済んだということで、約半分になっています。6つ目は、鎖鎌の幻灯です。こちらも効果時間は40秒となっておりまして、デメリットとして攻撃の気力消費が増加、その代わりに敵に与える気力ダメージが増加するというものですね。では先にデメリットの気力消費から見てみましょう。228の気力消費が338になったということで約 50% 増えたことになります。これに対して有利効果の与える気力ダメージの方を見ていきましょう。まず気力を削り切るまでに何発必要か見ていきます。はい、ということでバフなしだと6発。幻灯のバフありだと4発で倒すことができました。どちらも2発殴った後を見てみるとこれぐらいの差となっていますので、おそらく 50% 増えているものと思われます。7つ目は斧の金剛です。こちらは効果時間が30秒で、デメリットとして移動速度が低下、その代わり防御が増加する上に敵の攻撃を受けてもひるまなくなるというものですね。では移動速度の低下から見ていきましょう。こちらも明鏡止水と同じく時間的に約 40% 低下していました。ではこれに対し防御力増加の方を見ていきましょう。1032が1003になったということでダメージとして約 2.8% 減少しています。それに加えてひるまなくなる効果がつくので左の方はびくともしていませんね。金剛がなければ容器のこういった攻撃ではダウンしてしまいますが、金剛ありの場合には何事もなかったかのようにダウンも防ぐことができます。8つ目は斧の気合です。こちらも効果時間は30秒で、デメリットとして回避行動の気力消費が増加、その代わり攻撃の気力消費が減少する効果がついています。では回避行動の気力消費がどれぐらい増加するのか見てみましょう。通常149消費が223消費になったということで 50% 増加しています。割合的に白州と同じで白州の逆バージョンとなっています。では攻撃の気力消費量を見ていきましょう。通常225消費のところが113で済んだということで約 50% 減少しています。これに関しても幻灯と割合は同じで逆バージョンとなっています。最後は斧の劣化です。こちらも効果時間は30秒で、デメリットとして攻撃の気力消費が増加、その代わり攻撃力が増加する効果がつくというものですが、まずは攻撃の気力消費量を見てみましょう。はい、こちら幻灯と全く同じで消費気力が 50% 増加しました。では次は攻撃力の方を見ていきましょう。278が401になったということで約 44% アップしています。攻撃の増加率だけで言えばダントツですね。はい、ということで一覧にするとこんな感じとなります。攻撃がかなり上がるということで普段劣化をお使いの方が多いんではないかと思いますが、時間も30秒と少し短い上に攻撃気力が 50% も上がってしまうということで攻撃できる回数も少し下がってしまいます。それに比べて起炎の場合はデメリットはほぼないに等しく、攻撃も 35% で、時間も劣化より長い40秒で移動速度アップまでおまけでついていると考えたらかなりいいんではないでしょうか。また幻灯と劣化のようなマイナス効果が同じものを2つ使用すれば、マイナス効果1つで2つの有利効果を得ることができますので、そういう使い方もしてみてください。羅刹と朱夏、明鏡止水と金剛が非常に相性がいいものとなっていますので、よかったら参考にしてみてください。それでは今回はこれで終わりたいと思います。またねー。